こんにちは。今日は10月9日水曜日です。今日は雨が降ったり止んだりの天気です。昨日は寒い、一日でした。雨が降っていながら、最高気温がですね、13度前後と、一気に10月下旬並みの気温のような感じになりました。観光センター周辺のですね、木々の感じがこのようになっております。だいぶ色づいてきました。やはり気温がですね、かなり下がってきましたので、だんだん、紅葉がですね、スピードが上がってきました。観光センターの駐車場に来ました。こちらのですね、周辺の木々の 色合いも、だいぶ変わってきました。紅葉がですね、だんだん早くなってきましたね。こちらもですね、紅葉が、徐々にですね、スピードを増してきたなっていうのが分かるような色合いになってきました。一ノ瀬に向かう道中ですが、ここいらもですね、赤の紅葉が目立ってきました。一ノ瀬園地に来ました。今日はこれからですね、大カエデがどのようになったか撮影しに行きたいと思います。だいぶ赤色が目立ってきました。色鮮やかな赤が目立っております。こちら前目の池の 方面ですね。こちらも綺麗に紅葉が始まってきました。今年の一ノ瀬園地は色合いいいですね。真っ赤です。これ晴れたら非常にいい見応えのある景色だと思います。赤の色合いがいいですね、今年は。土壌池付近です。ここもだいぶ紅葉がきれいに始まってきました。大カエデ見に来ました。ここ今ちょっと水たまりになってます。足元気をつけてください。雨上がりですので、水たまりが結構あります。乗鞍満喫、今日は長靴で撮影しに来ました。大カエデが見えてきました。まだまだですね、周りの山々の色合いも含めてピークには程遠いですね。
接近して撮影しております。ちょっと影なので、明るめに照度を上げて今撮影しております。こんな状況ですので、まだまだですね。見頃はまだまだです。こちらの木は真っ赤っかですね。鮮やかな赤です。伊賀屋に来ました。前回撮影と比べてあまり、紅葉はこちらは進んでないような感じがしますね。いつもの池の見える場所に来ました。こちらの木々もですね、赤色の葉の紅葉が見られるようになってきました。あいにくですね、今日は天候が悪い状況での撮影になってしまいました。乗鞍満喫ですね。ちょっと告知をさせていただきたいんですが、次回の撮影はですね、来週後半になると思います。いろいろとですね、用事がありまして、やらなければいけないことがありまして、ちょっと乗鞍高原を離れて、ちょっと活動します。ちょっと次回の撮影まで時間が空きます。申し訳ありませんが、過去のですね、動画を見ていただければ幸いです。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。